旅団員との会話、接触はし、よりどころとしていたものを奪われた苦しみ、存分に味わうがいい。ずーっと待ってたよ、この時を。さあ、やろう。もうこんなもの必要ない。これでもう仲間割れじゃないから、遠慮なくやれるだろう。なるほど、団員じゃないなら話せるな。俺はお前と戦えないというより、戦うに値しないと言っておくか。俺は奴にジャッジメントチェーンなる鎖を心臓に刺されて、もう念能力も全く使えないんだ。出発していいそうだ。そう。ひそかのやつ、戦わずに飛行船に戻ったぜ。ひそかが団員ではないことにリーダーが気づき、鎖